いやちゃよ、ラジオネスオーダー今日もやっていくんですけど、今日はね、まあ昨日の、カオスセオリー戦ですね、で負けてしまったんですけど、まあそのね、負けてしまったまあ理由はもう、まあ俺なりのですね、俺なりのまあ理由とか、あと、なんだろう、まあ今後ね、まあこういう感じでとか、こういうのがあってとかね、あのそういうのをね、ちょっと話していけたらなと、緩めの動画です。で、なんで、ずっと喋ってるとね、あれだと思うんで、まあ最後に1000ぐらいマルチね、適当に行こうかなと思うんですけど、今ね、7100で、まあこんな感じですね。結構そこそこ仕上がってます。で、リプレイを、流しながらね、雑談していこうかなと思います。もうペッカー結構多いっすね。ベンザイにまた負けたんだよな、マジで。はい。なんで、行きたいと思います。よいしょ。まず上の超有名、スタジゴブからね。よいしょ。はい。なんですけど、昨日なんですけど、負けてしまったんですよね。そう。で、まず 2v2 から、まあ俺が担当したね、2v2 から行くと、まあ、そうなんだろう。相手が来るできとかもね、ある程度は予測していて、そうね、中身が全く同じとは言わずとも、なんだろう。メガラムペッカー、のね、やっぱ、練習はしてたんですよね。そう、来るだろうと思って。やっぱ俺ら、そう、バルーンとかフォーが得意なイメージがあると思うから、そこら辺が来ると思って、前回ね、そのゲームズと戦った時とかも、そこら辺はね、やっぱり、あれなんですよね。そのメガラムとか、勝って、ゴレで勝ってたんですよね。そう、だから、練習でも勝ってたし、これゴレでいけるんちゃうか、つって、で、ゴレでやってたんですけど、やっぱね、いけなかったですね。うん。で、練習でいけてたんで、もうこれをね、当てれば勝てると思って、俺ら最初、メガラム引いた時に、あ、勝った、来た、神相性と思って、まあ、神相性まではいかないですけど、相性がいいのでね、そう、言えば相性がいいんですよ。そう、だから、あ、来た、勝てるわ、と思って、そう、俺らがね、それで結構良かったんですけど、で、プレイ自体も、まあ、防衛がね、ちょっとね、やっぱ、なんだろう、良くない部分があって、1試合目ですね。まあ、そこら辺、ちょっとね、防衛もうちょいできたなとか、ここの防衛とか、もうちょい慎重にいけたなとか、ここ楽しすぎたなとか、そういうところがね、まあ、多々あり、まあ、1戦目負けてしまい、ただ、そこでね、タイムアウト取って、まあ、言うても、別になんか、もう一回、俺らが 100% のプレイをすれば、もう勝てるだろうと。そういう感じになってたんですね。そう。話し合いでは。で、また、はい、じゃあ、ペッカ行きますよ。ペッカじゃないわ。この画面にもう取られちゃった。気を取られちゃった。ペッカ行きますよ、じゃなくて、はい、じゃあ、ゴレ行きますね、もう一回、つって。そう。で、もし、まあ、多分連投だろうから、こっちも連投して、芝居たるや、つって。で、それで、結局連投してきて、オッケーオッケー、つって、次は勝とうぜ、つって、やってたんですけど、結局また、なんだろう。で、今回、その、なんだ、2試合目は、なんか、やっぱりなんだろう。別にこっちが、1試合目より全然ミスしてなくて、でも、負けちゃったんですよね。そう。だから、いや、あれなんでみたいな。もう俺ら、終わった時、いや別になんかその、まあ、悔しいとか申し訳ないがあったんですけど、なんでだろうみたいな。もう負けた理由がわからないみたいな感じで、結構ね、大変だったっすね。マジで。で、結局、その試合が終わった後に、話し合いでね、まあ、あそこがこうすればよかった、ああすればよかったね、いろいろあって、まあ、解決はしたんですけど、まあ、ね、まあ、本当に、もうちょいあったなっていうのはありましたね。そうなんで、なんだろう。そうですね。なんか、まあ、あと、練習と相手の防衛の仕方が違ったっていうのがあって、まあ結構その、ペアによって防衛の仕方がね、様々あるんですけど、まあそこがね、ちょっと違ったっていうのもあり、まあ相手が単純にもう俺らより上手かったって認めるしかないですね。あれに関しては。もう相手が上手かった。で、俺らは、事前準備は結構多分そのデッキ予想とかも結構当たってたんで、そこら辺はね、やっぱり別になんだろう、準備に問題なくて、普通にシンプルになんかちょっと相手が上手くて負けちゃったなっていう感じがありましたね。ペッカミラ行くか。はい。なんで、そんな感じですね。そう。で、シングルに関しては、
あのね、まあいろいろあるんですけど、まあこれ多分ね、ポノスのチャンネルでもね、あの俺とラットが反省で語ってるんですけど、まあちょっとあの、まあデッキがね、これが来るだろうってね、決めつけすぎちゃったりとかね、まあ単純にあったまあベンザーが鬼馬強ベンザーだったっていうのもあるんですけど、まあミカンさんもね、あの俺らが自信を持って一番ミカンさんが今、あのポノスで仕上がってるから、あのミカンさんが出てくれっていう感じで、俺らもそのみんなね、あの、あ、もうミカンさんでっていう納得してって感じだったんでね、なんだろう。その結構コメントとか昨日見てて、やっぱなんかこいつが出ればとかあったから、まぁ、あ、ちょっとね、まあ、言いたくなっちゃったんですけど、ね、まあ言えて、そのミカンさんが一番仕上がってたから、まあベンザーがね、まあ倒せるやろうっつって。まあそんな感じっすね、結構。そうなんで、まあやっぱ上手かったっすね、でも感想としては。まあ一戦目その、もう本当に結構ね、あっちのポノスチャンネルと言ってること被っちゃうんですけど、ベンザーが上手くて一戦目負けた時にこれシビーなみたいな、もうちょっと空気がね流れちゃったっすね。そうなんでね、やっぱり上手かったな本当に。まあ、ただマルチとかでもねよく当たるんでね、その勝てないレベルではないけど、やっぱり上手いっていうのがベンザーですね。さすがベンザーと。まあでもただこれね、今回はあの前回と違ってね、あの2周あるんで、同じリーグ内で2周あるんで、もう一回ね、あの、キャオスセオリーと当たるんですよね。そう、だから、そこね、ちょっとリベンジする機会が今までと違ってあるんで、まあ、そこら辺をね、ちょっともう、あの、バチコリ仕上げて、あの、次はちょっとベンザー縛いていきたいと思います。まあ、結構ね、やっぱり、あの、マルシュとかで当たったりして、あの、もうね、あちあちで、そう、仕上がってるんでね、みんな。そうですね。なんで、あー、まあ悔しいですね。シンプルに勝てるとは思っていたんで、やっぱりうまいとはいえね。だから悔しかったな。だからもう次以降絶対落とせないしっていうので、もうちょっとまた一からね気合い入れ直してね行きたいなと思っています。ということでね、まあこのリプレイがね終わったらマルチでもやろうかな。そうですね。まあ、反省はこのくらいにしてね、まあ、次にまた切り替えて、まあ、結構まあ、価値のあるっていうかまあ、勝ちたかった、なんか、いや、シャレじゃないですけど、シンプルにね、勝ちたかったのはあるんですけど、まあ、言うてやっぱ、ここで負けたっていうのも、まあ、あとね、後々勝てれば、まあ、負けてよかったな、みたいなね、なるのかもしんないんでね、それを期待して、後でまた勝てるように頑張っていきたいと思ってますね。まあ、悔しいですね、やっぱり、負けんのは。いやー、勝ちたかったなぁ。横マジアチャ、11マジアチャで、おわおわっすね。よいしょ、という感じで、終わりたいと思います。こっから、あれですね、マルチ、一戦いきます。7100から。入れて、60位かな。で、俺いつもこのね、動画撮りながら生マルチするとね、絶対に負けるっていうあれがあるんですけど、まあ、今日ばっかりはね、やっぱり勝ちたいなと。もう昨日ね、みんな終わった後もね、くっそい夜中までずっとね、もう、温まってマルチしてましたね、やっぱり。うわーって感じだった。なんか、なんだろうな。なんでだろうって感じだったんで、うわー、相手が上手いなってのもあったんだけど、でも、やっぱ、もう次勝たなきゃっていうね、気持ちがあって、今日もね、まあ、ちゃんと、俺も動画毎日ね、出したいなと思って、今日も急遽、今4時ぐらいなんですけどね、撮ってるんですけど、この日に上がるかなー。マルチがなぁ、マジで。そう、やっぱ大事ですね、マルチは。結局その、全部、あっちの方の、ウエストとか、あとは、中国とか、まあ、こっちの方のですね、アジアでも、結果残してる人がみんなね、トロ高くて、グロ何位とか、ほんと1桁みんな取ってるやつばっかなんで、まあ、こっちはベンザー KK とか、そこら辺がみんなトロ高いし、で、あっちはその、ウエストはね、ラポカチっていう選手がいるんですけど、もう何回も何回もグロ1フィニッシュしてる人がいて、で、中国では、そのエルシオプっていう選手がね、毎回いろんなデッキで、ずっと上の方にいる、選手もいるので、ね、まあまあ、そんな感じで、結構やっぱり、マルチでね、トラ上げしてる人が上がってるって印象があるんで、もうちょいね、マルチのトラ上げもね、頑張りたいなと思いつつ、まあ、デッキ練習もね、グラチャルとかもね、しっかりね、しっかりめに。いや、昨日マジしっかりめに負けたなぁ、ほんと。って感じ。もうさ、切り替えようと思ってもさ、うわぁ、負けたーってなるんですよね。マジでなる。本当に。負けたーって。もうさ、マジ嫌だよなー。本当に。
すごい嫌だよね、負けんの。いやー、オッケー。よし。あ、フェイスコントロール、これ枯渇ですね。マジか。鬼枯渇だ。鬼枯渇。ファイボなしの鬼枯渇だって気がするな。ザップか雪玉か。どっちか、言ったかもな、ワンチャン。レレキこの位置、覚えてください。一発で抑えれます、バレル。ゴブリンの、このバレル、この下のね、ゴブリン一発だけで抑えれるんで、この位置覚えてください。エレキ雪玉切ったからワンチャンディガー、ディガーが来て欲しいな。いや、マジっすか。やばい。ちょっとやばい雰囲気。やばい雰囲気。雰囲気。やばい、やばい、やばーい。体系ないよな。ディガー延命ぐらいなもんな。されても。よいしょ。で、こっちが。うわー、めんどくせー。そうだ、そんなあったな。そういえば。で、ギャングディガーが多分次来るんで。多分ね。どう守ろうかな。あ、で、ギャング来なかった。はい。で、次はギャングがあるんで。お、マジやちゃ、マジっすか。よいしょ。工場で対応。なるほどね。うわ、ギリ当たらない。まあ、プリンセスはめんどくさいんでね。早めに出していき。で、これ多分次にスケアミかな。スケアミで受けてくると思うんで。そっちなんだ。よしよしよし。結構おいしいな。これワンチャン、タゲ取りからのバレルが来る。これスキャミスね、次。こうマジャチャで許容して、よいしょ。よいしょ。スキャミが来るんで、勢いづけてあげて、はい。まあこれは、そうですね。これが来るんで、ワンチャンその足元に、これ多分ガゴムレが。よいしょ。勝ちたい、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 勝ちたい。いいよ。いいよ。いいね。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃ。よし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 。いや、神相性だな。多分、ファイボないな、これ。この感じ。よいしょ。なあ。オッケーオッケー。だんだん受けがなくなってくるからね。これ。これ多分次穴掘りが来る。はい。で、次に、多分足元に突き網が来るんで。はい。いいよ。いい！いい！これ、あれしかない。インフェタワー。おいしょ！来た！勝てる！勝てる！来た！やったー！来たー！よっしゃ！やったやったやった。めっちゃ神味噌いいな。来たー！よし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 。バレルにね、構わないでやっていけたのが良かったっすね。お、7138。これ、ミカンさん抜いたんじゃない？ミカンさん確かね、3段だったんですよね。じゃあ、邪魔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 。グラン対戦邪魔。オーケー。これ多分、抜いてるー。俺が40位。はい、ということでね。あ、まあ今日やってったんですけど、まあこんな感じね。結構やっぱ、みんなもうトロも上がって、仕上がってるんでね。次の試合に期待してください。マジで。もう次こそはね、見せつけプレイをね、たくさんしたいと思います。もう 1V1、2V2 ともにね、バチコリ圧倒的に勝ちたいと思うんで、ね、引き続き、応援、よろしくお願いします。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 ということで、まあ、今日はね、終わります。また、毎日投稿、やっているので、もしよければね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今日で終わります。バイバイ。